一方、おのおのがレナを追うそのザキ家と警察でございますけどね。まあそのザキ家と警察で密談シーンがあるんですよ。ある高級料亭、まあ割烹とか言ったりしますけど、そこに呼び出して、そのザキ家、まあミオンとミオンの母のアカネ、カサイ、この3人から料亭に呼び出された警察。こんな割烹まで呼び出してそんなヨタ話信じろってのーって、まあいわゆるレナがこうこうこうでこうこうこうなんだよっていうのを話した後に、今みたいな いきりじゃねえなまあ出るわけですよ。本当はもっとでっけえ声でチャフーリンさんが言ってますけどあんたら俺らの商売舐めてんのみたいなことまで言う。どっちがヤクザかわからない警察、まあ大石さんですね、まあ、レナの言ってたそのザキ家が最近テロを企んでる話を信じてますから、そのザキ家にレナから手を引くように言います。そこでそのザキ家が提示されたものは何か。そのザキ家が入手した高野美穂のスクラップ帳なんですよ。持ってた、はい、まあ別に数冊何冊かあったみたいで、それを入手したようですね。警察が中身を改めると、そこに書かれていたのは親代様のたたり、親代玉って可愛くなるまつわるいろいろな説。まあ高野さんも調べて、こうなんじゃない、こうなんじゃない、こうなんじゃないってたくさん出してる、出してるって別に発表はしてないけどね。レナの持ってる寄生虫説とは異なる地底人とか霊魂流入説とか、どれもたちの悪いオカルトのような内容なんですよ。で、そのザキはこう言います高野と富武の死にそのザキは関係ございませんと。で、もし本当にそのザキがやったら死体が出るとお思いで、とも、ミオンですけどね、ミオンが言うんですよ。すげえこと言うよね、あんた中3なんだけどなって。大石はレナおよび高野のスクラップ帳に踊らされていたっていうことを気づくんですよ、レナがね。で、ここで警察とそのザキ家はちょっとした約束をします。残りのスクラップ帳を、あるいはレナを押さえた場合、速やかに警察に引き渡せっていう感じね。で、そのザキ家からはレナを守るためにちゃんとそのザキ家から弁護士を派遣しますからねっていうことを約束するわけですね、大石とそのザキ家は。分かったってことになったわけです。その頃仲間を疑い、自分を信じ、ナタを持ち、首中に絆創膏を貼ってどこかへ向かう、その惨劇を回避できるのか。次、最終話リテイク。ひなめ沢文庫は朝から異臭騒ぎなんですわ。あのくせえなって言う。エアコンがついてない、まあひなめ沢文庫っていう田舎にある超ちっちゃい家をちょっと大きくしたようなところだから、そんなもんはないんだよ。でも異臭のせいで窓も開けてられない。校長が営林署に確認に行ってますからと。まあ日の目沢分校っていうのは営林署の建物の一部を借りてますからね。しかも金婚観婚ってあのチャイムないから、校長が時間になるとチリンチリンって鈴を回して回るんですよ。口江先生の回答に仕方ねえなっていう感じで教室に戻るミヨンと、そこに職員室の電話が鳴ります。竜宮さん、電話を取った千恵先生です。電話の相手はレナでございます。千恵先生と二人で話をしたい、外に呼び出すわけです、千恵先生を。だからもうすぐレナの元に向かうんだけども、で、まあそんなことをしていると空気一変、ナタを持って、女の子の首にナタを、変な感じだけど、レナが現れるわけですよ。文校の大人、校長先生と千恵先生は文校から出て行かせました。子供たちを人質に籠城、そう、人質事件なわけです。人質事件が起きちゃうわけ。そう、人質事件が起きてそれに気づいた校長八重先生が警察を呼んで、警察が文校を包囲するっていう大騒ぎになる。で、そのパトカーの車載電話で大石さんの元に電話、電話はもちろんレナからです。大石さんは私の味方ですよねっていう風に言うわけですね。レナはもちろん一緒にそのザキ家の陰謀を暴こうじゃありませんか。前回そのザキ茜から渡されたスクラップ帳を見て、自分たちが脅されてるっていうことに気づいてるわけですから、まあでもレナの様子を見てそんなことは言えない、味方なわけあるかいなんて言えないから、刺激をしないように、自分はあくまでレナの味方だよっていう風な姿勢で対応すると。で、まあ
単独犯か複数犯か確かめなきゃいけないんで、圭一くんは私の味方ですが、圭一、あ、前原さんですか、いやー彼も仲間とは心強い、せっかくなので新しい仲間として挨拶がしたいのですが、前原さんに電話を代わっていただくことは構いませんが、と、もしもし前原です、圭一が電話を代わるわけですね。もう抑揚のないトーンで電話に出た圭一なんですけど、その一言で大石さんは圭一がレナに脅迫されてるんだっていうのを判断する。さすが往年の警察。私の質問にイエスならはい、ノーなら A でお答えください。前原さんはレナさんに脅迫されて従ってるふりをしている。はい。犯人は竜宮さん一人だけ。はい。A ではって言ってるとね、圭一くんは味方だったでしょ。おー、あん、あぶねって、まああんまり情報を引き出せなかったんですね。しかし単独犯だってことは分かった。それよりも大石さん、その崎家の寄生虫研究施設の捜査どうなってるんですか。もうそういう設備があるって思い込んでるんだね。それは県警の防隊と協力して遅すぎる。大石さんは本当に私の味方なんですか。いや、何分証拠がなくて。わかりました、高野さんから預かったスクラップ帳をお渡ししますと。これで十分証拠になるはずですって言いながら首をかいてるんですよ、レナは。で、首をかいてるとそこからウジがポタ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 落ちてくるんですね。もうすごい映像ですよ、本当に。別冊のスクラップはタチの悪いオカルト小説と一刀両断されるんだけど、圭一くんに持たせますと。校庭で待機してる大石のところにスクラップ帳を持っていく圭一がいるわけですよ。で、レナからか見えないように大石が圭一に無線機と催涙スプレーを渡すんですね。そしてメモ。これで圭一は校舎外で連絡が取れるようになったと。教室に戻るとレナはガソリン撒いてるんですよ。揮発性が高いんでね、もうガソリンは。元ガソリンスタンドの店員やってたんでわかるんですけど、すぐ蒸発しますから、もっとガソリンって。だからあんなに野ざらしのところにあるんだねってのがよくわかりますよ。ガソリンの揮発したものってそのまま残るから超危ねえってことになるんですよ。で、爆発したらもう家1軒どころか2軒ぐらいがブーンって爆発するぐらいの量ですから、もうとんでもないですよ。同時にスクラップ帳にも大石さん宛てのメモが、警察との交渉期限を19時とします。それまでに園崎家の家宅捜索が行われない場合、みんなとガソリンで焼け死にます。やべえな。それ以外に別の手段で爆発の用意もしてありますよと。ガソリンとキッチンタイマーを組み合わせた簡単な事件装置ですと。それも19時に設定しますと。予断を許さない。もう夕方だからだいぶ時間がないんですよ。で、19時の期限までもう1時間切ってるんですね。その中でレナはミホンを虐待し始めます。ミホンはなんか U 字のフックみたいなので壁に貼り付けられてる状態で、頭にガン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 と隠した死体を掘り起こし、警察に私を撃っただろうっていう感じでガン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 、すごい映像ですよ。これ広いんですよ。レナはそう考えてます。ケイシが必死でその暴行を止めようとするけど、レナは聞く耳を持たないんだよね。もう本当にレナの気を引いてる隙に盗聴器、まあトランシーバーというか、クマちゃん、まあ大石さんの同僚のケイジとケイチが連絡を取ると。次元装置が仕掛けてあって、あと15分で爆発すると。そのやり取り、まあ音が漏れてたんだろうね。サトコが聞いてました。トラップは私の1000倍特許ですのよ、という感じで次元装置のありかを推測します。どこかにコードがあるはずなんです。それさえ見つかれば。何、ケイチくん、まあこそこそ話してたところをレナが気づく。何か変な音が聞こえなかったかって、まあ起点を聞かせて、そういうことを言うわけですよ、圭一。本当に？じゃあ圭一くん見てきてよ。わかったわかった。圭一くん、レナを怒らしちゃ嫌だよ。で、今佐藤が言った通りコードを探してるんですよ。これだと思い、そのコードをたどっていると、コードの先には時計があって、これが発火装置かって思ったの。ったのは、まあ、ただコードがセロテープでくっつけられてただけなんです。裏切り者を欺くためのトラップだったんですね。ていうか、ケイチしかいねえじゃん。ケイチくんのこと信じてたのにって、もうすぐ後ろで聞こえるわけですね。で、ナタを振り上げるレナに、その時リカが体当たりして、レナは体勢を崩して倒れてライターを落とす。すかさずライターを拾うケイチ。ケイチ行くのですって。
体当たりをしたのはリカちゃんでございます。今言ったね、ケイシさん次元発覚さちな、アリカが分かりましたわって。で、サトコが叫んでます。ケイシ、これは初めてのことではないのです。僕にあとわずかの頑張りがあれば、だから今度こそ早くサトコのところに行くのです。で、任せてサトコの元にケイシ、リカちゃん殺されちゃうよ。と、レナは言ってるわけですけど、遊んであげるわ、おいで、ナタ女。サトコの元に着いたケイチ、今朝のことを思い出せば簡単だった。レナさんは雨どいにボールを詰めてそこにガソリンを流し込んだんだ。発火装置は屋根の雨どいにあるはずだ。でケイチ急いで屋根に向かいます。向かう前にケイチさん、これをって言って渡されたのがあのバットです。サトシのバットです。まあ鬼隠し編でカモフラージュしてた時にはミオに止められたけど、サトシのことを思い出すからっていう感じでね。たたり殺し園ではそのバットでサトコのおじを殺してるしね、なかなか出てくる回数が多いバットです。その前年にはサトシがおばを殴り殺してるしね。そのバットでガラスを破り屋根に登る。でキッチンタイマーを見つけてそれを止めて、あと1秒でなんとか止めます。でソフトから全員を脱出してなんとか終わったと思いきや、レナも屋根に登ってくるんですよ。これがまたゲームセットだな、レナ。これで全てが失敗か。宇宙人と必死に戦ってたのにな。レナはあくまで高野さんのスクラップ帳の話を信じてるんですね。で、ケイチはそれを煽るようにこういうことを言います。寄生虫？宇宙人？そんなバカみたいな話信じるかっての。ケイチを睨みつけるレナにケイチはこういうことを言います。そんなに信じさせたいなら、俺たち部活メンバーには方法が一つだろう。勝った方が正義だね。ナタと金属バット、それぞれの獲物に屋根の上でのレナとケイチの最終決戦が始まるわけですね。俺が勝ったらレナは俺の専属メイドだみたいなこと、ケイチくんらしいな。水鉄砲の時に思わなかったが、もう一回こんな戦いがしたいって思ってた。この緊張感たまらないぜ。決着がつくことすらこう興ざめであると。負けても恨まないでね。まあ最初はさっきだってたレナなんですけど、やっていくうちに表情がどんどん柔らかくなって戦いを楽しんでるんですね。でそれを見てたみんながわー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 応援したいんで、ケイチさん頑張れって。それを見ていた大石もちょっとほうけてるわけですよ。で狙撃班がいたんだけど、さっき言った通り周りに充満してるから火花が散りでもしたら危ねえよってなって撃てないと。でまあそうやって子供たちも応援してるよっていうところにリカちゃんは、彼なら、ケイイチなら、出口なき惨劇の迷路を打ち破れるかもしれない。んじゃもう一回確認するぜ。俺が勝ったら俺専属メイドでご奉仕三昧だ。朝おはようございますから夜はおやすみなさいまで。人前ではこれが私のご主人様です。って紹介するんだぞ。負ける気なんてさらさらないけど、楽しそう。次はレナの番だ。レナが勝ったら、レナの話を信じる。世界は宇宙人に支配される話を信じて、レナが喉をかきむしって死んでも最後はちゃんと見とってやる。なんだか私が勝ってもつまんないね。私もケイチ君と同じご褒美がいいな。朝は私におはようって言って、夜は私におやすみって言ってほしい。いっぱい私に優しくてして、いっぱい私を楽しませてほしい。あれ、これじゃ私が勝ってもケイチ君が勝ってもずっと一緒なんだね。先に言っとく、楽しかったぜ。私もだよ。最後の一振り、飛ばされたのはケイチのバット。勝負がついたんですね。でレナがケイチに乗ってナタをこう振り上げてるわけですね。マウント状態でもう決着ついたんだよね。まだついてね。そのナタを振り下ろすまで決着はつかないぜって言ってると、やだやだよってボロッボロンと涙を流すレナ。どうしてこんなになっちゃったんだろう。どこで変になっちゃったんだろう。私は皆を信じていたはずなのに、どこで信じられなくなっちゃったんだろう。どうして私大好きな仲間たちにこんな恐ろしいことを。お前気づいたのか、気づけたのかよ。どうして私はあんなにも楽しかった日々を自分で壊してしまったんだろう。お前やっぱすげえよ。お前は自分自身の間違いに気づけたんだよ。さすがだ、さすがだよレナ。仲間を傷つけたよ。みーちゃんにひどいことをしたよ。後で謝っとけ。俺としては当分姉妹の入れ替わりを見抜けてちょうどいい傷跡だと思っているぞ。うん、女の子の顔に傷がついたら何言ってんだろうね。レナを抱きしめるケイチ。
簡単なことだったんだ。誰でも思いつく。とても簡単なこと。何かやばかったり疑いそうになったり、辛いことがあった時にはな、仲間に相談するんだよ。そして号泣するレナがいるわけですね。で、スルンと画面が変わります。そう、それこそがとても簡単で、とても身近にある万能の鍵だった。お互いを許し合い、約束し合うことで疑心暗鬼に打ち勝ち、全ての惨劇を解決できる魔法の鍵だった。だがその鍵だけでは開けられない謎がまだこの雛見沢に残っている。雛見沢の田舎を映しながら、こうリカちゃんがそういう風にナレーションしてるんですね。部活メンバーが楽しくトランプやってるんですわ。もう変な絵、作画崩壊してる絵になってるんですけどね。そこに千恵先生が来て、古出さんお客さんですよと呼ばれると、大石が待ってたわけです。大石さんの車の中で、渡辺氏の番、富武さんと高野さんがお亡くなりに同時に渡される二人の写真。そう、そういうこと。いいわ、遊んであげる。永遠に終わらないこの6月を、好きなだけね。って言って、バーン、日暮らしの泣く頃に。で、終わる。これでやっとアニメ版日暮らしの泣く頃にが終わるわけなんですよ。そしてですね、もうちょっとやらせてください。